はい、こんにちは。今日はね、昨日送ったね、9月10月の管理ってことでね、お送りしましたけども、これの続編ってことで、お送りしようと思ってます。よろしかったらご覧ください。どうぞ。もうね、そろそろですけどもね、こういつもアロハ着てるじゃないですか。アロハとかね、ちょっとアメリカンね、オールディーズっぽい服装してるんですけどね、今日あたり、表まだ暑いですけど、もう9月ね、これ徐々にね、もう気温が下がってきますんでね、今月いっぱいこれで頑張ってみようかなと思ってますけども、どんな感じでしょう。今日は こちらね、皆さんにお見せしてるのはこれジャンボレモンの木なんですけれども、昨日ね、こう送ったの、まあ、こう手入れの部分でも、まあ、肥料のねことと、肥料のちょっと計算の方法とか、それとね、あの芽かきなんかも、お送りしましたけども、こう夏が、ね、こう終わりつつあってね、秋に入っていくにあたって、もう少しお手入れをしていこうと。そんで、今日ね、こうお見せしてるのは夏で、どんどんこう実は成長してたんですけども、残念ながら落ちてしまった部分のね、枝先をちょっとつまんでみたりとかね、夏枝でこう中向きに、伸びちゃってるのが何本かあるので、その辺の剪定の方法とかね、その辺ちょっとやってみて、で肥料はね、これ十分与えてあるんですけれども、まあその辺の、チェック関係、これもやってみようと思っておりますんでね、よろしかったらその辺も、合わせて参考になればと思います。まずなんですけれども、まず状態見てみましょう。状態を見て、で、夏枝でいらないものやなんかをね、ちょっとカットしていますけれども、まずね、ちょっとこの辺お見せしましょうか。この辺ってもね、わかんないよね、これじゃね、こういった形で、この辺の部分なんですけどもね、この辺の部分、こういったようなね、夏ね、こう実が落ちてしまった部分、こういうのはね、もうなるべく、虫湧いたりしますからね、この辺取り除いちゃっててください。こういった部分ね、こう実がなってたんだけど落ちてしまった部分とかね、で、こういう部分もそれで実がなってたんだけど落ちてしまった部分、その他に、こちらもそうですね、こちらの方もいらない部分ね、夏枝を少し整理するっていう形でやっていきますけれども、よいしょ、ちょっとこの辺がちょっと分かりやすくね、説明していきましょうか。こうやって見るとね、見づらいかもしれないんですけども、この中の方、こういったような、これちょっとこうかな、見づらいかもしれませんけども、こういったように、内側に向かって生えてる枝、これはね、風通しは悪くなりますしね、こういった枝ね、これ風通し悪くなりますし、光がね、奥まで入っていかなくなるので、こういうような、内側に向いてる枝、これはね、切り落としていってもらっていいです。で、これね、後で後ほど、もし挿し木をするんだったら使いますんで、この辺、それとですね、並行して入ってるものもね、ちょっと整理しておきたいんですけども、まあ今本来の剪定の時期ではないのでね、ちょっと邪魔になった、夏枝で伸びて邪魔になった部分だけをちょっとだけ処理してあげるっていう形ですね。こちらもちょっと中向きに生えてる。で、なぜかっていうと、今の時期、これからの時期はね、徐々に気温も下がってきてね、貝殻虫とかハダニとかがやっぱりつきやすくなりますから、その辺こう風通しをしっかり、ある程度考えてあげて、大きな剪定は強剪定はしないようにしてください。なるべく不必要だなと思う部分をちょっとつまんどいてあげる程度、あとは大掛かりにやるのは、3月にやるってことで、ちょっと頭に入れておいてもらえますか。この辺でね、実がなっていても、落ちてしまった部分ね、こういった部分は落とします。それでですね、こちらのね、ジャンボレモンなんですけれども、実際ね、今大きく成長しているのは2つなんですね。1個ね、700g とか
になる、こういう大きくなる、レモンなので、ちょっと今回は、2個だけこの葉っぱの枚数にして2個だけしか成長させてないんですね。それでね、ちょっと失敗してしまったのがあるんですけども、気になるな、なんかこれちょっと失敗してしまったっていうのは何かっていうと、夏、今年夏っていうよりも夏前に非常にこう暑くなる日が続いたじゃないですか。その時にね、あまりにも葉の乾燥が激しかったんで、ちょっとね、室内の方に取り込んだんですね。室内に取り込んでレース越しのカーテンのところに置いといたんですけれども、逆に日照不足も、相まっちゃって、実の成長はスピードをね遅れちゃったんですよ。で、本来であればもう今これくらいになっていてもいいんですけれども、ちょっと小さめですよね。今これで通常のレモンぐらいの大きさです。これね、この縦の長さが大体倍ぐらいになるようなレモンなんですけれども、ちょっと遅めです。こういった部分ね、皆さんもこう成長させて非常にこう遅いっていうレモンの場合もあるでしょうけども、今年はね、特殊っていうのはおかしいけれども、こう非常に暑かった部分でね、この水をあげているに対してね、こううまく吸えない部分もあったでしょうし、その辺の、天気都合でかなり影響は受けているものだと思います。自分の家のこうベランダに置いてあるレモンの木たちもやっぱり実の、数的には少ないです。以前はね、こう十何個とかなってましたけども、やっぱり5、6個で止まっちゃってる木が多いですね。やはり最初こうね、成長し始めた頃にね、ものすごい日差し当たってしまいましたからね、その辺ちょっとどうにも調整はできないんですけども、そういった形。それでね、昨日ですけどもね、肥料の、お話とかしましたね。それと、夏目の話ですか。で、今、最終的に、実がどんどん大きくなっていくにつれて、こう今月は、ね、ちょうど肥料を、与える時期なので、ちょっとチェックでね、土の、pH のバランスをチェックしようかなと思ってるんですよね。こういうようなね、pHチェッカーありますから、これで今どれくらいの、酸度になっているかですね。ブスッと差し込んでね、見てみると pH でね、これ今 4.5 ですね。 pH4.5、 ちょっとね、刺す深さによって違ってくるんですけども、4.5 から 6.1、 5.3、 これぐーっと押し込んでみると、下の方はね、5ですね。 pH5 から6.3、 5.2、 これですね、弱酸性ですね。こういったような形で、ある程度弱酸性を保っている方が、レモンにとってはいい土だって形ですよね。それで酸性、まあこうね、pH チェッカー持ってらっしゃる方はあれなんですけども、持ってらっしゃらない方、持ってらっしゃらない方もね、一つの鉢でね、pH チェッカーまで用意してね、買ってくるのは大変でしょうから、一つの鉢でそこまでは多分やらなくていいと思うんですが、もし気になる方は、こういったような大きいのじゃなくてもね、小さめのものもありますんでね、その辺でやってもらうのもいいし、昔理科の実験で使ったじゃないですか、リトマス試験紙。あのリトマス試験紙でね、少しここ掘ってもらって、それをね、お皿かなんかに出して水に浸して、大体 pH 分かりますから、そういった方法で測るのもいいです。こういった形で、もしアルカリに偏ってしまった場合、はそのアルカリは絶対いけないってわけではないんですけれども、アルカリに若干偏った場合には、まあ、pH の調整ってことで、ピートモスとかね、その他に、ブルーベリーとかの土を少し混ぜ込んであげて、若干こう酸性に偏らせてあげるっていう方法も、いいのかなと思います。でね、春先に、植え替えを行えばね、それでまた弱酸性に戻せますんでね、その弱酸性に戻す前の段階でね、気になる方はそういったようなピートモスとかね、ブルーベリーの土なんかで若干
弱酸性に偏らせてあげるというのが必要だと思います。あとその他ですけどね、何をしていけばいいのか、ね、9月10月、まあ、10月になるとねもうグリーンレモンの収穫の時期がぼちぼち始まるんですけども、あの細い苗木でねこうレモンが2つとかなっちゃっててこうぐーっと垂れ下がっちゃってるような場合あるじゃないですか。これって垂れ下がったまま癖がついてしまうので、できれば支柱を1本立てていただいて、ね、こう支柱をブツッとねこの幹の横に立てていただいて、支柱の頭から麻ひも、細い麻ひもかなんかをずっと伸ばしていただいて、枝を軽くこう輪っか状にしてここに枝を引っ掛けてあげる、引っ掛けてあげてちょっと吊るしておくね、枝をこうやってちょっと吊るしておいてあげるっていうのもいいかと思います。ここにもねちょっとあるんですけど、こういったような形でちょっとこう吊るしておいてあげる、ね、こういうふうにやってもらうのもいいですし、いいですしでこうあまりこう枝がぐっと垂れ下がってくるような場合っていうのはね、こうやって支柱を幹のそばに立てていただいて、その先から麻ひもかなんかこうずっとやって枝を軽くつっといてあげる方法でもいいですし、私のねあのチャンネルちょこちょこ覗いてくださるね、スイートオリーブさんって方は、このキッチンで使うこのストッキング状の、ネットですね、ゴミネット、これを実のところにね、以前ねあの桃でやってましたね、こうやってここに通していただいてこういった形で釣っといてあげる、ね、こういう方法でもいいです、ね、結構はこういろんなねアイデアで皆さんやってらっしゃいますのでね、そういった形で、あまりにもこう枝が垂れ下がっちゃって、ちょっと枝がかわいそうだなと思うようでしたら、そういうふうにやってみてあげるのもいいと思います。こんな形でねもう収穫間近になってきてますけれども、とりあえず、ここで、また少し手を加えてあげてでね収穫に向けて、栽培してもらうといいと思います。で、収穫がね終わりましたらね、今度はあのお礼越えって形でね11月頃になってくるとね、液体肥料とかその辺またお送りしていますので、よろしかったらまたご覧ください。ね、参考になっていいなと思ったらばね、グッドボタンとか、あとはね、インスタグラムもやってますし、ツイッターなんか、ちょっとやってますので、もしよろしかったらそちらからでも、コメントくださってもいいです。で、こちらの、チャンネルの方でね、コメントくだされば、必要に応じてね、アドレス等も、お伝えしますのでね、それで、写真を送っていただいたりのね質問もできますんで、よろしかったら、ご利用になってください。それではこんな形で、またお会いしましょう。さよなら。